お疲れ様です。はい、というわけで今回は香川県に来ております、はい、四国やで、うん、香川県の坂出市の清張って言って漁港に来てんねんけど、うん、こっから離島に行きたいと思います。はい、小与島っていう島、はい、小与島俺聞いたことないねんけど、初耳やな。調べてみたらもともと花崗岩でできた岩やって、うん、岩の島で石材採石業が盛んになって、そこの島ではどんどん人が住むようになって、うん、そして瀬戸大橋が1988年に開通して、うん、その島には瀬戸大橋は通ってないんだけど、うん、その周辺の島に瀬戸大橋が開通したことによって、よし一大観光ブームが来たぞということで、その小与島はベネチア風の島全体がリゾートアイランドとなるような一大プロジェクトが始まって、うん、やけど結局そのホテルの会社が経営破綻してしまって廃墟となってしまった。そして今やその島に住んでんのが2020年ぐらいの情報では一世帯だけ住んでると。へえ。夫婦と犬4匹と猫2匹と、うん、あと鳥がたくさん、中野さんって言ったから、うん、その人も石材、採掘業をしてる、営んでる人たちやったんやけど、うん、ただもうその人たちはもう釣りしたりとか農業とかしながら暮らしてると。多分今その仕事をしてるかどうか分からんねんけど、その当時は民宿あったりとかいろいろあったみたいやねんけど、今どないなってんのか。だから普通の定期便が通ってないね。今回はその電話して船を特別に俺ら2人のためにジョイブログのために出していただけることになりました。はい、とりあえずあそこで待ち合わせしてるから、うん、その小与島っていうとこもう廃墟化してるから、はい、その廃墟シリーズでございます。そして離島シリーズ、どっちも重なった一大リゾートシリーズ、今回行ってみたいと思います。レディゴー。はい、行きましょうか。ああ、お願いします。はい、よいしょよいしょ。すごいな、これで船で行って、うん、テンション上がるな、うん、だって定期便ないですもんね。定期便ない。ねえ、昔はあったんでしょ。大昔みたいな。あ、大昔。今もうな、中野さんっていうのが一組だけしかほら。ああ、言うてましたね。もう今も住んであるんですか。住んでる。あ、そうなんです。元々は瀬戸大橋ができたのが1988年で、うん、瀬戸大橋が開通されたことによってこの辺の定期便がなくなったみたい。だからその5つぐらいの島をこうやってチャーターするチャーター船があったみたいねんけど。なるほどね。でその定期船とかがなくなったことによってその島に行き来することがなくなって、うん、その島も衰退していったって言われてる。もともとは石材採掘業が盛んになって、うん、その島も住人が最盛期、大正期から昭和にかけて190人以上住んでた島になってたけど、もう今や全然その中野さんっていう夫婦だけです。だから俺らみたいにこうやって行く人もめっちゃ珍しいんじゃない。この船の持ち主の船長はまさか上ブログをしてくれてる。それは嬉しい。すごい気になるやろ。もともと全部岩やって、花崗岩でできた島やって、今度削っていくやん、その岩を。で販売したりとかしていくわけ。じゃあやっぱ平地ができたりとかいろいろするわけやん、うん、そこに島の人たちが住んでいったわけやん。ほら、瀬戸大橋。瀬戸大橋、ゆすめ島、吉野。あの吉野は瀬戸大橋開通とともに一大観光ブームになって、年間774万人ぐらい来るぐらいの島になる。だからその横の東に今から向かう小与島があるんだけど、ここも観光が盛んになるんじゃないかと言われて、まあ、ガンガンこう言うたらお金を投資されて、アクアマリンにリゾートホテルを建設したりとかして、その島自体をレジャーランドに変えようとしてけど、結局、まあ、バブルの崩壊とかもいろいろ相まってやと思うねんけど、もう廃墟化しちゃって、で石材採掘業というのもできひんようになって、島全体も衰退していった。すごい、これや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 。ポツンポツンとなんか建物あるな。うん、家あるっすね。電線も通ってるな。ほんまや。でも小中学校とか学校はないね。あ、結構家とかあるんすね。もう全部廃屋くらい。あー、やっぱもう廃屋くらいになってる、うん、すごいな、やっぱ離島ってテンション上がるな、うん、もうこの国が違うように文化も違うし、うん、風景が全然離島は違うから、だからやっぱり離島巡り結構俺ハマってきたよ最近、うん、日本の離島全部行ったのか。まあまあありそうやね。マジでマジで。だからほぼ無人島みたいな状況やな。そうですね。どんな暮らしてんやろな、その中野さんっていう人が。着いた。結構でかいですよね、島。え、歩いたらどれぐらいですか。もう、道らしい道じゃないね。石切り場の赤やけ。ああ、なるほど。で
もうこっち前はここから道があったんやけど、防波堤沿い通ってぐるっと回り込んでいくような感じな。はい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 。何するという、もうめちゃめちゃ 見まくりましたすげえ。ほんなら行ってきます、また電話します、はい、行ってきます。中野さんの家どれなんですか？あー、なるほど、今日はいないですね。ほんまに中野さん夫婦だけかこの島に。すごいな、それほんまに。ってことは、もうこの辺に見える家々は全部廃墟ってこと？うん、すごい島やな。めちゃめちゃテンション上がるわ。めっちゃ貴重じゃない？うん、そんな、これも全部廃屋入れてたもんな。うん、レギュラーではないってことか。いや、ガソリンじゃないね。ほんまやば、ほら、誰も住んでないわ。ああ完全にクモの猿っすよ。え、クモの猿。ああ、でっかいクモの猿。奥行ってみる。うん、マジ無人島って感じやな、なんか。で、今その人らも多分船でどっか行ってんやろ。うん、何だろう、風呂じゃない？風呂。いや、多分なんか、あ、でも金魚みたいなの飼ってたやな。ここ神社みたいなのがある。ほんまや。じゃあ一軒だけ歩いとったわ。使われてないよね。うん、草がだってね。うん、足がちょっと悪いな。うん。やっぱり道という道が今度ないから。なんで形が崩れてんだろう。うん。間を何をして繋いだんだ。ほんまや。綺麗。自然が制した。この神社もな、どん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 風化して劣化していったけど、こう石で作り直してんで。あ、ちょっと綺麗もん な。なんかここを離れてもここに重い家がある人たちがおるから、うん、大事とかで帰ってくるっていう人たちもおるんだ。うんうんうん、全部住んでないってことだよね。うん、綺麗な、なんかもう自然が。確かに自然と瀬戸内海と瀬戸大橋とこの木々が神秘的やな、うん、うわぁ、この島今までで一番幻想的で神秘的かもしれない。確かにやばいな、うん、畳とかはそのまんまやで。これ漁師さんの家やな。うわっ、なんかもうお、これからよ結界やな、バリケードがあるな。いや、いったいった。うわ、バリケードだらけやで、ほんま。あかんわ、雲に悪いな。うん、見てる、映ってるかな。映ってる、ちょっと待って、ね、あ、映ってるわ。そこもバリケードっすよ、上。うん、俺はそこの後ろを通っていったら大丈夫や。引っかかることはない。おお、中野さんちゃん絶対そこ。あ、繋がれてる、あれ。繋がれてない。うん、完全に番犬。中野さんちゃんはいない？喋るか。あそこからこっちには来えへんねんな。これが違うね、中野さんじゃん。ご近所さんとかもう全員撤退していったってことやもんな。うん、寂しいな。じゃあね、バイバイ。ごめんやで、お邪魔して。この家なんか、うわ、全て自然で覆われたの。うん、ジブリや。これあと10年、20年、30年経ったらもう覆い尽くして、うん、跡形もなくなっていく。便利ができれば古いものが使えなくなって衰退していくってことやもんね。この島はだから瀬戸大橋が開通によって取り残されたっていう島やからな。瀬戸大橋ができへんかったら、まあ言うたら船が通ってたってわけや、この周りを。船でええやん。ここ蜘蛛の巣ないってことは中野さんの帰路なんやろな。去年はだって港への通路やな。うん、でも死んでないわ、蜘蛛の巣が張っとるわ。売店やってん、港の前の釣り具屋さんやったんかもな、うん、ほら、あそこにショーケースとかあるから、うん、あそこのカレンダーがな、いつで止まってる？5月。へぇ、何の音やん。
何？これあんまり動かしたくないが。手洗い場の水ずっと流れてる。そういうこと。そんなことある？クモの巣すごいねんけど。ええや。ここ出る頃には俺綿が死ぬんだって言って。それがバズるわ。ほら向こうにもテーブルあって料理とか出してたんかな、うん、簡単な扇風機とかエモ昔のすごい向こう行ってみよう、うん、全部の家がもう人が追いつくしね、うん、これ以上人が来んなと言わんばかりだ、うん、立派な家やな、うん、家来てるわ。アイスクリームって書いてない？アイスクリームのベンチ。あ、ベンチか。自転車とか。あんまや。あ、新しい。絶対ここ来て飲んだやん。一番絞りの。ゴミ来んのかな、回収。中野丸って書いてあるし。ほんまや、そうでしかないわ。中野島やん、うん、でもこっちすごい世紀末やな、うん、道という道ないぞ。ないな、マジで誰もおらん島やん。ここまでは初めてやな。うん、だって八丈島とかもさ結構ハイク目立つなみたいな感じだったけど、全然普通に観光はできるぐらいの温泉とかあったもんな。そうっすね、人おったし、普通に全然人おったし、住んでる人も多かったし、うん、青ヶ島はなんやかんやって言って500人以上住んでるっていう意味では、ほんまに友人島の中で一番人が少ない友人島ちゃう。うん、うわっ、採石業の跡が見えるわ。ほんまや、この島の神力やな。うん、この島のこれ花崗岩なんだな。はいはいはい、そう、それ気をつけてくださいよ。池になってんねん、これ雨水が溜まって。あ、雨、これ海じゃないんや。うん、雨水が溜まって採石場の跡が池になってる。ほら、うわ、なに、野鳥がおる。やめてくれよ、すごっ。大丈夫？あんま…あんまり…うわっ、うわっ、もうほんまに笑われへんわ今、ほんまに時止まったって落ちてもなんもない。いや、だからちなみにやけど、ヘビおるらしい。え、まあヘビぐらいだな。すごい、しかも天気いいから、バリ映えてる。うん、これは俺たちは、今日からグランドキャニオン甘い池と名付けよう。第一発見者みたいになってるやん。いい景色あるぞ、これ。うん、見て、ジュラシックパーク。ああ、ほんまやな。この辺の岩とか、吉前石って言われて重宝されたみたいで、通称は最盛期はもう50社近くがここに採石場として従事して、大きな船が運送してたらしい、岩を、うん、今だよ、それは岩でええやん。この採掘がなかなかできひんくなって、うん、資源の枯渇によって、うん、そして外国産の石材業とかに押されて、やっぱ安価でいいのがどんどん外国から流れ込んできて、うん、アフリカに行ってこなかったみたいです。すげえ、これもやわ、これもエアズロック甘い木や。待て、撮る。見てこの景色、すごいな。ここジョーブログで早いんちゃう、なかなかこんな日本で見られへんで、うん、この景色。しかもあの港から10分15分で来れて、うん、こんなに神秘的かつ廃墟も見れて、うん、ちょっと感動やん。うん、これちょっとブワーッとこう今の360度の俺らの目線、すごい、また空がいいね。ああ、青い空、白い雲って感じやな。台無しや。この辺めっちゃ綺麗。うん、あと誰も開いたことない扉開いてんな。これはそうやな、冒険してるわ。すごい、あれ船かな、
船やな。先端の部分やな。うん。吸い込まれへん。吸い込まれたら吸い込まれた時ですね。何？いや、何もない。人はそれをカットと呼ぶ。開けてきそう。うん。それすごいけど絶対。うわすごいわ。ほらビーチ。おほんまや。ちゃんとビーチやん。あそこに今住んであるわ。うん、めっちゃいい島やん。使いどころいっぱいあるぞこの島、うん。キャンプもできるし。うん。でもすぐそこ。ヨシマ。あれがヨシマ。あれオレンジ色のやね。うん。あれがアクアクヨシマって言って水音ホテルやな。はいはいはい。南国風の、うん、全28室で全ての部屋がオーシャンビューやった、うん、へぇちょっと見えてきたな、うん、行ってみよう。おい微妙に道やんね、うん、でもないないな。え、こっちから行ける。うん、この防波堤沿いに行き行ったの、おっちゃん行ってた。あ、行き行ってた、うん、あっちにもでかい工場あるな。ほんまや。来ましたー。すげえな、これ海の前やのに、うん、残っとるな。綺麗やな。綺麗にホテルアクアコヨシマ、うん、このホテルを拠点としてこの島全体がベネチア風の、まあ、南国アイランドのリゾートアイランドとして開発をしようとして建設されて、はいはい、であの瀬戸大橋あれの開設にちなんでここも盛り上がるだろうってことで建てられてんけど、結局営業してたのは 4,5 年ぐらい。でここの経営元のラ・レインボーっていう株式会社が1997年に経営破綻して、ここは結果衰退をたどって、2007年に国税局によって民間に売られたらしい。へー。3615万円で、うんうん、3600万円。でこれ買えんねんで。でプライベートビーチもついてるし、うん、テニスコートもついてるし、うん、屋上の方に展望浴場もついてるみたいな、うん、一大ホテル。覗いてみよう、うん、こいつにロマンを乗せてたってわけやねん、その当時の人たちは。うん、うん、お前はオーシャンビューは全室なあ。3階の部屋なんか1泊7、8万したらしい。あ、結構ええ値段すんねや。ええ値段するよ。ここ5000円ぐらいやったん。え、ほんまやほんまや、すげえ。露天風呂やった。景色良すぎやろ。まあこのままオーシャンビューを眺めれる。ただ、うん、近すぎて管理バリ大変やった。そういうことね。だってここ濡れてるってことはここまで海水来てるってことやもんな。入ってみようか、うん、今回ちょっと特別に許可を得て、うん、中をちらっと安全のもと自己責任のもと覗いていいということなので、はい、中を覗いていきたいと思います。ほんまや。露天風呂や。すごい。あ、ここほんまやほんまや。風呂やん、これめっちゃ。うん、でかっ。サウナちゃんあれ。あ、ほんまや。うわぁ、今やったらな。もうこれを多分修復すんのにすごいお金がかかるやろうな。うん、あ、すごいさ。こいつやな、うん、あ、ここまで草木が、うん、すごっ。これはこれ雨水。うん、雨水溜まってるんだ。いや、でも元々こういう構図やったみたいからな。うん、こっちが入り口やな。すごいよ、作るとこが。うまい。ほら、プールみたいになってて。あ、うまい、うまい。ちょっと覗いてみようか。うん、そう、なかなか入ったことないからさ、うん、今まで廃墟こんな雰囲気なんやな。うん、
レビの箱が正しい。フロントやな、人に知らない、その当時のクローゼットがあるわ。ね、世界のガラス看護案内。あ、レインボーフロント係の人、ちょっと名前伏せな感じで、本日のフロント業務は終了いたしました。フロント業務が本日っていうのが今でも続いている。あ、面白いな。ここでコーヒー飲んだりとかして休憩して電話して、その公衆電話で電話したりしてやってたんだ。今やこの構図エレベーターも動いてないしな。すごいことになってるわ。こっちの外とかも草木で迫りきとるな。なあ、ジャングル化してんな。あ、こっち畳の部屋とかめちゃめちゃ立派な建物やで、これ。うん、あ、なんかに使われへんかな。これもったいなすぎるやろ、こんな立派な建物。全部綺麗で、ほら壁とかもまだ白いし、このね、ほらガラスとかも綺麗で、全部中はね、なあ、この鏡とかもピンピカやで、めちゃめちゃほら。もういろんな室内を絶対言おう、いや絶対やる思った。ここも多分あれちゃん食事場やったんちゃう。うん、この椅子の感じそうやな。あ、ここのカウンターとね、カウンターとな。あ、ほらここ調理場や、うん、まや電子レンジあってグラスとかもそのまんまや。あの炊飯器業務用の、すげえ。コックさんとかの声が聞こえてくるな。じゃあお化けやん。そうそうやん。自分の入っていくことが大事やん、え、マジですごない？こ、分かる視聴者さん、これこの興奮度合い、タイタニック号の中入ってるみたいな気分。いや、それは思ってなかった。ほんまに言いたいことはわかる、うん、めちゃめちゃしっかりしてるし、うん、建物自体は。あー、なんかこう鳥の糞とか。なんこれ、あ、鳥の糞か。特別に1号室めっちゃいいやん、今でも全然すんねん、なあ、ちゃんと洋風のホテルやな、ここから眺めだったら、まあ、めっちゃ景色いいやん、めっちゃ景色いいやん。言うたな。夕日が落ちる瞬間とか見れんねん。夕日が落ちる瞬間とか見れるんじゃないですか。ああ、でも同じ形やな。宿直室、ああスタッフが、スタッフの寝るところや、二段ベッドでキッチンとかっていう感じなんや。こっち側の眺めはもう陸やからジャングルやな。ああ、ジャングルなんだよな。あれ、何、こっちはまだちゃうわ、ジャンソールやん。これ役作ってんじゃん。なんか誰かほんま降りそうで怖いわ。スミーティアイハンとかやったらびっくりすんだよ。じゃあオッケー出さんといてや。いや、勝手にスミーティアイハンとかね。お、これかついな。うわ、プロ、うん、すっごい、こんなホテル衰退したん、うん、ここ一番多分スイートルームみたいな感じやな、うん、こっちの部屋と繋がってるし、うまい、こっち広いわ、すげえな、こんなところに水道ある。移動させたんじゃん、うん、すごっ、ここ右和室あんの、え、ほんまや、すごっ、ちょっと次3階に上がってみようか、うん、
めっちゃ劣化してんな。リネンベッドシーツ昔やってたな、アパホテルのバイト。あ、そうなんですか。うん、買い取った。何でもやってんな。だってバイトってなんか新しい経験をさ、むしろお金もらってできるってすごい素敵じゃない。うん、いい発想やな。オーシャンビューと、うん、多分ここにテニスコートとかあったんやろうな。ああ、はいはいはい、なんかいろいろ、うんうん、それに合うの。端っこがスイートルームになってんのかな、うん、ほら端っこの部屋は、うん、オーシャンビューのフロアや。わあ、めっちゃ綺麗な、うん、すごいわ。でかいわ。うん、すごく鏡じゃない、ガラス。すごいな、うん、めちゃくちゃいい部屋やん、うん、ここだけ改装して住みたいもん。どうぞ。っていうぐらいの気分やる。うわー、人が歩いとったんやな、ファミリー層とか、うん、でもこんなにでかい建物4、5年でなくなるっていうのはやばくない？うん、交通の便が発達したことによってそんだけのチャレンジをする人が多いってことだもんな、うん、瀬戸橋ができたわけも。はいはいはい。俺らももって西成で星野リゾートできたからさ、西成に絶対えげつないほど人増えんちゃうかって思ったけど、うん、そんな変わらなかったやん、うん、むしろジョーブログ視聴者の方が西成に来てるやん。来てんな。逆かもしれん。だからジョーブログが、星野リゾートがジョーブログが来るぞって。やばい、これは作っとけ言うて、なんか何年も前から見据えて。めちゃくちゃ俺のこと知ってるやん。建設六法、建設の本、法律、領収書、領収書。収書。ここすごいな。パーン開けてるんだよ。うわ、なんか新しい。え、新しいね。ガチで新しい。うん、開いてないんだって。ほら、2020年の7月19日。ああ、じゃあ2年は経ってんだ。なんか変わんない。でも、空実に入ってきとるじゃん。怖っ。ああ、開けとるじゃん。怖すぎる。しかもわざわざ開けんでよくない？開くやろ。ほら。絶対蹴っとるやん。うん。ほんまにわけわからんぐらい、異常な行動する人って世の中におるからな。うん、俺たちの想像も絶対できひんような。なんでこんなことすんのっていうことを、しかも一人とかでするやつって怖いからな。何億人おったら何億通りの考えがあるからな。うん、すごいな。全然もうなんかスイートルームがこのありさまっていうのがすごい寂しさを物語ってんな。うわあ、何の音が、なんかあそこまで開いてるもんな。うん、より寂しく感じるわ、うん、この光景を。やっぱこことかガラスがなんか分かるな、どこが割れててどこがしっかりしてるか。やばいわ、でも綺麗ね。うんうんうん、ここ景観もそうやし、うん、この建物も、うん、土台は全部しっかりしてんねんで、ガラスとかも全然割れてないの、うん、あのおっちゃんも言ってたけど、やっぱツアーとかも組まれてたりとかするみたいで、うんうん、だから今後この島はもうちょっと整備したら、こことかもなんかそういうツアーをどんどんこう何盛り上げていったりしたらさ、うん、キャンプとかで泊まったり、あのビーチとかも掃除したら使えそうやん、うん、そうですね、再生の余地ありなんじゃないのか、うんうん、まあ、それをやるぐらいの覚悟がある人たちがおるのかとか、うん、あとある程度の資金とか、うん、持ってやる人がおるのかどうかっていうのは別として、ここ最近の離島の中では別の意味で衝撃的やったな、うん、人間がやって削った後のエアーズロックみたいな、うんうん、そして雨降ってたまり池みたいなできたりとか、うん、この建物もそうだし、ちょっと衝撃的な離島でした、はい、小豊島。これ多分手をつけへんかったらもっともっと自然が追いつくして劣化していくと思うねんけど、うん、島ってすごいな、やっぱ、うん、特有の空気感があるな。いろんな離島どんどん攻めていきたいと思います。ありがとうございました。あそこ幽霊出るんですか？僕ら普通に行ってきましたよ。よかった、最後に聞いて。じゃあツアーで行く人らとかもそれ知ってて行くんですか？知ってる人も知り合う人もあるやんと思う。
こんにちは。こんにちは。島遊びに来たもんです。中野さん、話がしたいです。大阪から来たんですよ。で、今お二人で暮らしてはるって言ったんで気になって、先いなかったんで、あの犬にだけ挨拶した。今ここでお二人でも何年ですか？ずっとですか？暮らして。いや、もう採石土木の方かな。ずっとしようってな。それがなくなって漁師の許可を取ってもらって。あ、そうなんですね。で、島におるんやけ。はい。島で。魚でもね、ちょっとでも、はい、ずっとそのまま住んでる。いい暮らしですね。もう中野さんの島じゃないですか、もうここで生まれて育ったんです。自分らは早けんな、ここで生まれて育ったんで。ああ、はい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 。もう今おいくつですか？73。めっちゃ若く見えますね。大人もう全然もうハキハキしてます、ね、毎日あの漁してるんですか？今年はな、やっぱり、はい、ぬくいけんな、あの仕事しよるけど、はい、水温がぬくいけん、もうが早いんよな。上からな、釣ったりするんはそこそこ食うけど、はいはいはい、漁師が何網越えで魚を取ろうか言うたらな、いつも取り寄るぐらいのな、はいはいはい、量が取れるか言ったらそうではない。うん、ああ、漁とあと 畑とかもやってるんですよね。うん、畑はまあ自分らがな、ちょっとな食べるぐらいじゃわな。これ全部中野さんの家ですか？いやいや、ここらはあのうちの親父がな、おるときにな。はいはいはい。なんでそんなん食べとるけどね。なるほど。向こうの方はおじさんやんな、若いとここ出ていてな、境でなら境で、吉間なら吉間に住むな、はい、住むとしたら、ここにある家を潰して、はい、さらちにせないか。それはそれで寂しいですね。うん、もうここで住みながら吉間行ったりとか、そうそうそう、船で行ったりちょっと買い物に行ったりするときは、はいはい、吉間の方に車を置いてるときね。ああ、そうなんですね。で、吉間からは島民カードを置いてね、島の中出られるな、はい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 、カード持っとるんや。ああ、そうなんですね。それやったら、市と県と公団と地元のかな、4社ぐらいが協議して、はい、通行料がまあ一日1000円としたら、その半額ぐらいで、まあ行けるみたいな。あ、観光で僕らみたいにこうやって若者が来たりします？夏場は来るけどな。ああ、何しに来るんですか？夏場はもうあのジェットフリー乗ってきたりな。ああ、はいはい。海岸へ来てな、焼き肉したりして泳いだりして。ああ、いいですね。帰ったりはしよるわ。ああ、そういうのでまた来たいですわ。まあここはあの水道も電気も全部取るけどな。ここでも電波つながりますもんね。そう、つながる。ご近所さんとかもいっぱいいたんですか？ご近所さんはみんな、あの何息子がな、はい、席代しよったけど、はい、加工の方したりやんなしよったけどな。あ、そんなんで、あの境出の方へ出ました加工とかのしよって、ね、ああ、もうどんどん出ていったんですね。それはちょっと寂しいですね。うん、だけど、いたらな、会えるしな。ああ、いいですね。豊かな感じで。じゃあまた来させてください、ゆっくり。ゆっくりいつでも来て言うてくれたら、ここらの、あの、はい、ここでキャンプでもどこでも来てくれたら。あ、ほんまですか。じゃあまた来ますわ、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。お話をいろいろ笑顔が素敵な、まあ、なんかあのホテルの寂しげな衰退を見た後にあのおじいちゃんと会ったから、うん、俺なんかすげえリセットされてまたなんかバーベキューとかで来ようかな、うん、レディゴの社員旅行で来ようかな、うん、レディゴの社員旅行次また彼女前からそれ、うん、ここにしようかなキャンプでもバーベキュー何でもしようって言うから言うからなんかそうすることによってなんかその地元の人らが喜びやん、うんうんうん、おじいちゃんみたいな年齢の人たちって俺らが行ったりしてこうバーッと喋ってたらさ、むっちゃなんか嬉しそうな顔するやん、うんうんうん、あんまりこう若者で喋ることがないところに俺ら行ってるからさ、うんうん、だからと思うんだけど、まあ、すぐとまだバーって行って会いに来ましたよって言ったらすごい喜ぶやん、うんうん、よし、こうやって多分な俺らが会いに来るまでにこうジョーブログの視聴者さんとかが来たりとかして、うん、あのおじいちゃんに気さくに話しかけたり、ジョーブログの視聴者さんマジでいい人らばっかみたいで、うん、みたいでっていうのは鬼怒川ってやん、はいはいはい、鬼怒川のあそこのおじいちゃん、はいはいはい、あの小料理屋な、うんうん、みんな行ってるらしい、ね、うんうん、視聴者さんとかで、視聴者さんからおじいちゃんがこう言ってましたよって DM とか来んの、はいはいはい、そこで交流が生まれてるのがすごい嬉しくて、うん、皆さんまたここにね散策しに来たあのおじいちゃんがもしおったらプライベート邪魔せん程度に、うん、家の中ずらっと入るとかあかんけど話しかけてみたら多分気さくに話しかけてくれるんじゃないですか、ね、うん、はい、というわけなんでまたちょっと最後にすごい温まる気持ちいいな、うん、いい離島巡りでした、はい、すごいなんか一気に何個も感情がふわ変わった、うん、感動的な一日やったわ。どうした、じゃあちょっと戻ろうか。ほい、ほなお疲れっす。もう疲れっす。今日はどこ帰るんですか？はい、もう普通にやっぱここ、うん、あ、まあ一番確かに快適さ、宿泊しようかな。あ、うん、オッケーです。明日は西成っすね。
明日も西成か。明日も西成です。あ、やったら別に俺西成に行くけどな。あ、でもいいっすいいっす。やっぱ寝やすいでしょ、自分の家の方が。そうやな、スイート空いてたし。うん。てか全室空いてたから。うん。ほな、お疲れです。はい。ほな、また。いや、気ぃつけてな。うん、全然。また明日っす。まあ、人の家とか結構ピラニアとかおるから。息入らない、大丈夫です。はい。長かったな、今日の。